ハイカグラテングタケは、ラタケモクテングタケカテングタケ属のキノコ。ネパールから中国、韓国、日本にかけて分布しており、夏から秋にかけて、紅葉樹林及び紅葉樹と新葉樹の根性林の地上に大型の小実体を丹生あるいは点在して発生させる。全体が灰色の粉地物で覆われている。傘は直径70から1 2 0ほどで、 大きなものでは200ミリメートルを超える。表面は灰色の粉で覆われており、イボが点在し、円に溝線がある。中心ほど灰色が強く、周囲は白色が点在する。洋菌は休憩で、成菌になるとほぼ平たくなり、中心にと粒が現れる。肉は白色で脆い。膝は白色の理性で密、円に灰色の粉が付着している。また、 独特の周期を漂わせる。柄は100から150、10から25ミリメートルほどで、大きなものでは300ミリメートルを超える。根元が太く、髪型に行くほどやや細くなっていく。表面は灰色の隣接で覆われる。また、早落ち性の白色の唾を持つ。柄は地中に深く伸び、規定球の幅は20から35ミリメートルほどになる。肉は、 中身で白色の芯がある。胞子は8.0から 13.5×7.0 から9.5マイクロメートルの楕円体。粉かぶり天狗竹と似た特徴を持つが、こちらは大きさが30から70ミリメートル程度となっている。本種の属する松笠もどけあ属は、玉白煮竹やドクツル竹など、アリルグリシニやアマトキシン類を含む猛毒キノコが多数属しているが、 本種がこれらの毒成分を含むかは不明であり、食毒不明となっている。しかし、味は卵竹に似ており非常に美味であるという、ありがとうございます。